武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは大阪市立大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間が、生活科、の職員栄養学部以外は、2科目150分で実質75分で、生活科は、1科目で90分という構成となっています。で、出題されている問題は大問が3つなんですが、この大問3つがですね、割と問題数がかなり多いです。で、問題数というよりは問題文が長いですね。なので結構読む量が多い、構成となっています。で、さらにその聞かれている問題自体もですね、割と考えて解かなきゃいけない、もしくは、記述論述で書かなきゃいけなかったりとですね、結構その割と時間の余裕がない、問題になっています。なので問題難易度がそこまで難しいわけではないんですけれども、標準的な問題をこういかに早く処理して、でミスせず解き切れるかっていう部分がかなり重要になってくる。で、あとは問題文読む速さ自体ですね、その読んで、ああこういう問題かって言ってすぐ式作るってところで解き始めるところまで持っていくという速さをどこまで早くやっていけるかっていうことになりますので、特にそのレベル的にはマーチレベル仕上がっていれば十分対応できる難易度ではあるんですが、そこでですね、ちゃんとその式の作る練習だったり、記述回答を書いていく練習だったりっていうようなですね、答え出すまでのプロセスちゃんと全体的に強化しておかないと、割と時間内に解き終わらなかったり焦ってミスしちゃったりっていうのがちょっと怖い構成かなというふうには、思いますかね。で、特にその、理科の、二次試験の場合だとですね、問題文読む、力っていう部分が結構やっぱり、センター以上に必要になってきますし、それをさらに記述で書いていかなきゃいけないっていう部分が、ありますので、難しい参考書、それこそマーチレベル終わって余裕があったら総計レベル進めるってことを、やってもいいんですが、それをやるよりは、本当にちゃんと式、意味分かって解いてるかなっていうことをしっかり考えてですね、自分で立式できる、式を立てられるっていうことを、徹底的に対策、しておくようにしましょう。で、問題文からどういうことを読み取れるかなっていうのを、しっかり、問題文を読む段階の練習などもやっておいた方がいいっていうことですね。で、おそらく慣れてないうちはこれ量が多すぎてどこから解いていいのかなとか、ちょっと解き終わらなくて焦っちゃうなっていうのが、起こりやすいかなと思いますので、しっかり練習しておいてですね、本番当日に戸惑わないように意識しておきましょう。完成度は非常に重要です。以上が大阪市立大学の科学の勉強となります。